はい、こんにちは、ライムです。はい、今回早速前回の続きからやっていきます。新しいワールドに2つ行けます。トイストーリーの多分左がトイストーリーで右がラプンツェルだと思うんですけど、先にねトイストーリー行きたいと思います。多分ね、なのでこのトラベルゲート、こっちを選べば多分トイストーリー側行くんじゃないかなと思うので、ここをとりあえずグミシップで行きます。はい。で、これはね、どうやって行くんだ待って、これどうやって選択すんの。出発でしょ、出発でこう行く。え、どういうこと。あ、選べた、トイボックス選べた操作がおぼつかなすぎ。ここにマーカーをセットしてトワイライトカウンから出発しますか。はい。うん。だいぶグラったね。設定の変更。はい。こないだ作ったやつですね。こないだ作ったやつにして、これで出発と。はい。いやー、何もかもやることが初めてなので、グダグダですね。仕方ない。仕方ない。やりながら覚えていこう。やりながら覚えていこう。おお、すごいね、出発するところから。はい、これ3つあるよ。早速3つあるんだけど、とりあえず左から行くか。なんとなく、ちょっとグミシップのレベルも上げたいっていうのもあるので、敵にもね当たっていこうかなと思うんですけど、ちょっとね一つだけパーツをテストしたので、この間よりもね少しは強くなってると思うんですよね。うん、正直ねあんまりね強くなってるのがよくわかんないんで正直あんまりよくわかってない。これむずくない、これ A クラス。まあグミシップがね強くなればその分ね楽に取れたりはするんでしょうけど、さあ、これはどこに向かったらいいだろうな。こういう岩とかもね、壊した方がいいみたいですね。壊すと何らかのアイテムとかももらえるみたいなので。はい、ハートレスにも当たって、ハートレスなのかなこれ。それよくよく考えたらこれってハートレスなのかな、全然考えてなかった。B、 ダメですね、やっぱ火力が足りてない。お、グミミッションクリア、新たな称号を獲得しました。あれ、待って、これラプンツェルのワールドじゃない。待って、ラプンツェルだよ。これはね、失敗したんじゃない。逆か、こっちか、こっちに行けばいいのか。あれ、これあれなんだね、進む進路で選べるわけじゃないのか。これグミシップで自分で探していかないとなんないよね。そういう感じ、そういう感じですか。あはー、
なに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 、何か来る、ボスか、とっても、なんだなんだ、ボスだ、フラワーガーディアンって、ウォー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 、おいて、いていていて、これはこれ避けた方がいい、これは素直に避けた方がいい、いて、お、開いた、この時に、ね、一気に攻撃してた方がいいんだね、おおおおお、来たい、おお、なんだなんだなんだ、あーやばい、やばい気がする、やばい気がする、長かったやっぱ火力低いわ、やっぱ火力低いわ、長かったね、こっちでいいのだろうかっていうか、なんかまた、あ、なんだかまたね逆走してるような気がする、うん、ですよね、そうだよね、逆だよね、さっき逆だと思ったもん、あ、あれだ、マーカー、よくよく考えたらさっきマーカーしたじゃん、トイワールドに、あのなんかマーカーの下に数字があるのが多分あれ距離だよ、いて、いて、調子に乗ったね今、調子に乗ってた、逆走してたんだね、あっちに行けばいいんだね、マーカーの方に飛んでいけばいいんだ、あーあどこに向かってるの、どこに向かってるの、ライムは一体、星座、海シップの冒険中も星座に出会うことがあります、星座を、星座を撮影すると、え、何星座って、どこにそんな星座どこに星座あるのえ、星座適当に撮ってりゃいいわけじゃないよね、これ多分星座なんていう、またよくわからない新要素が、やばいね、やり込み要素が多すぎる気がする、お、Aランク、あった、あれでしょう、そういう見えてきたよ、あったあった、これだ、いやー、ようやくですよ、
おお、なんだなんだなんだ、これボスだな。うわ、かっこいいな。アストロウォーリアー見たい。攻撃が早いね。おお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 お、なるほど、そう来るか。おうおう、やばい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 気がする、やばい。やっぱ火力欲しい火力が欲しい。 B ランクレベル20になったね。はい、なんだこれ、痛い痛い痛い。はい、行きましょう、トイボックス。いや長かった、あのね、もうグミシップで疲れたよ。もうこのグミシップだけで動画1本いけるぞ実際には編集で多分相当カットしてると思うんですけど、もうぐったりですよ疲れるな、目が疲れる。もう一つのワールド終えたぐらいのあの疲労具合。いきなりね、あのイベント始まると思うんで黙っときます。え？今な、え？違うゲーム始まったかと思った。見てたのに。あ、ごめん。でもそれどころじゃないんだって。やっぱりギガースかっこいいよな。そっち？夜空の方でしょ。どっけ？なんだよ急に。現れたか。今日こそあの黒いモヤモヤをやっつけるぞ。みんな準備はいいな。待って待って、気持ちの整理が必要だよ。落ち着けよ。
俺に任せろって。作戦開始だ。暗いな。どこだよここ。ん？俺たちちっちゃくなってる？それにこの格好。いちいち驚かないよ。秩序を守る魔王だよ。近所？秩序じゃ。ねえ。あっちは驚いてもいいのかな？カートリッジ。オッケー、スリーでいくぞ。ワン、ツー。待て、ね、なんだよバズ。あいつら誰だ。おお、すごいね。トイストーリーまんまじゃん。世界観の再現がすごい。スーガンアロー。なんだなんだ。おおおお、シューターモード。わすげえ、なにこれ、撃ち放題。すごフレアホース魔法がこれ結構強いんだっけ、このホーム。スーガンホーム。シューターモード、これ強いね。でもそっか、これ調子に乗ってて敵の攻撃食らうのね。マジックランチャー、オッケー。エアリカバリー、空中の受け身だね。エアリカバリーについて、敵の攻撃を受けて吹き飛ばされている時にバツを押すと大抵立て直しますと。はい、あざす。まあこれはキングダムハーツシリーズ歴代のや新入りか。ねえ、僕君のこと見たことあるよ。え、なんだっけ。夜空だ。え、空だけど。お気をつけろ、黒いモヤモヤの仲間かもしれない。夜空。おいおいおい、大丈夫なのか。大丈夫だよ、彼らは今一番人気のヒーローなんだ。きっとアンディが新しく買ってもらったのさ。そうだよ、さっきのモヤモヤを倒したの見たでしょ。彼らならきっといなくなった仲間たちのことや、バズのレーザーが出るようになったことも、このおかしくなった世界のことを全部解決してくれるよ。そんな情報は聞いていない。騙されるな、ウッディ。君たち、新しいおもちゃなのか？おもちゃ？さっきのモヤモヤのことを知っているのか？あれはハートレスだよ。俺たちは、あの黒い奴らと戦ってるんだ。やっぱり。わかった。とりあえず今のところは信じよう。俺はウッディ。よろしくな。あ、おい、俺は空。夜空。俺は空だけどね。ガガルザ。グーフィーだよ。私はバズライトイヤー。俺はハム。
会えて光栄だ。僕はレックス、君たちの大ファンなんだ。いつも君たちのゲームで遊んでるんだよ。今はレベル47まで育てたんだけど、なかなかバハムートが倒せなくてさ。ああ、そんなことじゃないんだ、言いたいことは。残念だな。スリンキーたちもいればきっと大喜びだったのに。全体整列しました。はっ。うん。わあ。よそ者、外の世界からようこそ。みんなおもちゃだから俺たちもこんな格好なのか。ん？それよりあのモンスターと敵対していると言っていたが、どこの所属なんだ。いや、あの、俺たちはなんだ、答えられないのか。まあまあ落ち着け。彼らは俺たちが手を焼いていたあの黒いモヤモヤをやっつけてた。そんなに構えることないだろう。そうだよ。確かにな。それはそうだが。なあ、その黒いモヤモヤ、ハートレスは前からここにいたのか。いや、最近になって現れたんだ。そういえば、そのハートレスが現れたのとみんながいなくなった時期は一致するな。もしかして、何か関係があるのかもね。前はこんなんじゃなかった。目が覚めたら俺たち以外のおもちゃがいなくなってて、アンディのママとモリーの声も聞こえなくなってた。そしてアンディもずっと帰ってこないんだ。大切な人なんだな。いつも俺たちと遊んでくれる最高の友達さ。よし、アンディたちを探そう。え？他に何か手がかりはないかな。みんなが消えた時に変わったこととか。あれかな。あれだな。あれですね。どれ？アンディたちが消えた直後、あの黒いモヤモヤと一緒にお前たちのようなフードのついた黒い格好をしたやつが現れた。異変が起こって以降、見かけたのはそいつとお前たちだけだ。黒いフード、それってまさか注射機関。知ってるやつなのか。ああ、俺たちの敵だ。モヤモヤ以外にも敵がいるのか。ここで起こってる異変の原因がわかるかもしれない。俺たちに任せてくれないか。いや、ソラたちだけには任せられない。え？みんながいなくなった原因がわかるなら俺たちの問題でもある。むしろ力を貸してくれ。それでその黒コートはどこに。グソ、偵察隊からの報告は。ターゲットが最後に確認されたのはギャラクシートイズです。最近できた新しいおもちゃ屋だな。ソラ、案内するよ。窓から屋根を伝っていくんだ。ちょっと待て、ウッディ。ん？すっかり行く気になってるみたいだが、ここでアンディを待つべきじゃないのか。そうかもしれないけど、もう散々待ったんだ。だからソラたちと一緒に手がかりを見つけたい。俺を信じてくれ、バズ。わかった。さあ出発しよう。急がないと。すごいね、ウッディの帽子の汚れまで再現してる。すごいわ。ギャラクシートイズで原因を突き止められればいいが。おもちゃへ急ごう。よそ者ー、
外の世界からようこそ。リトルグリーンメンだ。すごい。あの夜空に会えるとはな。空だけどな。僕はレックス、君たちの大ファンなんだ。ちょっとこのアンディの部屋を宝箱ちょっといろいろ見て回りましょうか。やっと、ほいっと。これもしかして動かせんのかな、乗ったまま。おお、いける。すげえすげえ、アンディの部屋、アンディの部屋歩ける、すげえ。こんだけかな。あ、こんな飛行機あったね。見覚えある。すごい、こんなのもまで動かせるんだ。あ、着地できない。待って待って、着地できない。危ねえ危ねえ、抜けれないかと思った。あ、宝箱。あ、ミッキーマーク、こんなところに。よし、いいぞ。オッケー、サンダラレッドだって。次は僕が見つけるよ。サンダラレッド、多分サン防具だね。防御力とサンダー耐性がアップします。ん、待って、ウッディとバズがいる。ウッディとバズいる。カウボーイプラウド、レンジャースーツ、すげえ。ステータス見れんのかな。おお、すごいね。よっ、あ、み、あそこでミッキーの時計があるね。ミッキーがいる。よし、静かな。で、ショップか。まあ新しいのはないでしょうね、特別。サンダガレット、さっきの上位互換だね。はい、ではちょっと進んでいきましょうかね。おもちゃへ。ん、こっから行けんのかな。お、こっから出れるんだ。屋根の上だ。そのまま出れるんだね。ギャラクシートイズは道路を渡った先だ。さあ、急ごう。これ結構マップ広そうじゃない。これで。スーガンアロー、シューターモード近い。ラグナロクみたいだね。あっちでラーディボディいたのね。OK。
ダイブ、ここから飛び降りる系のやつかな。飛び降りてドーン。くらえ。おお、そういうことね。オッケー。エリクサ。た。壁走りがいい。よあとあれだね、隠れミッキーも探していかないとなんないのか。そういえば隠れミッキーもあったら、うん、誰か行ってで。ここから部屋にも乗れそうだよ。なるほど、あったじゃん、噂をすれば。またこれか。俺そんなに強くないんだよな今の。OK。 ウッディとバズが戦ってんのあんま見てなかったなっていうか。これどうするどうするってどうするって聞いちゃったけど、広すぎていまいちどこに住んでいいか分かんない。あ、パイレットシップが出てる。これ強いんだよね。これ撃っとけばほぼほぼ敵が死ぬっていう。当たってない当たってないのが問題。 OK。 パイレートシップ強いよな。宝箱とかないかな。大丈夫かな。ハートレス多いね。あっちはさすがに行けない。行けんのか。行けそうだね。行けそうだね。なあ、
このおもちゃは動かないのか？まだわからないんだろうな。わからない？じゃあ動かしてあげよう。お前は夢の一番過去のゼアノート。覚えていてくれて光栄だ。なんだ、動けるのか。おお、危ない。心なき者と抜け殻が合わさり、新たな命を得たか。ハートレスとノーバディの関係を見るようだな。お前ら何がしたいんだよ。我らも欠落した闇を手に入れなければならない。それにはこの世界の心のつながりが手がかりになる。だから模した世界を作り、つながりを分断させてもらった。お前たちも興味深いはずだ。待て、どういうことだ。頑張ってくれ。ウディ、どうなってるんだ。このおもちゃは味方なのか敵なのか。そんなの決まってるだろう。そうだ、そうだ。ハートレスだってできたんだから、空にできないわけないよ。何が？そうか、やってみる。うわ、乗れんのか、かっこいい。曲がアレンジで超かっこいいんですけど。はい、L で移動しながら R で照準敵に向けて R2 で撃ちます。はい、まあよくわかんない。ギャラクシートイズに敵のギガスを足すと作業で乗り越え込むことができます。3種類あるのでいろいろなタイプに乗ってみましょう。はい、あとはやりながら覚えます。おおおおおお、これパンチなのね。パンチ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 、これパンチ、これパンチかな。ちょっとまるでパンチ。 R2 でちょっとほらパンチパンチ、やっぱパンチ強いよこれ。これシンプルにパンチやってんのが超強い。ほら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 、ブートダッシュ。はい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 、そういうことね。おら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 。パンチがやっぱり、パンチがシンプルに一番強いと思うんだけど、これ。はいはい、オッケー。はい。ほらほらほら。はいはいはい、パンチパンチパンチ。パンチパンチ。はい。次の獲物はどいつだ。いた。あれね、オッケーオッケー。で近づいてきたらパンチでぶん殴っていくと、やばい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 、脱出したい。あー、そういえばヘラクレスのやつ装備しました。ちょっと違うやつに乗ってみようか。あの、あ、乗れる？
今度赤いやつ、これは何が違うんだろう。おら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 、パンチが若干違う、さっきと。あとどこだ敵、あっちか。あ、終わっちゃった終わっちゃった。操られてた。バトルモードのスイッチが入ってただけじゃないのか。バズ。ああ、なんでもない。ところで、さっきの黒コード世界を作ったみたいなことを言ってたけど、どういう意味だ。多分、奴らは世界を二つに分けたんだ。アンディたちのいる世界とこっちの世界、どちらかが現実と全く同じ別の世界なんだと思う。別の世界だってそれが君の設定か。興味深いだとか、頑張ってくれとか。さっきの黒コートとの会話も怪しかったぞ。え？付き合いきれないな。ねえ。ウンディ、行こう。確かに、簡単には信じられない話だ。でも、ここが現実と別の世界だということなら、バズのレーザーも説明がつく。それに俺は前に悪の帝国とか銀河の平和をとか言ってたやつを知ってるぞ。とにかくさっきの黒コートと知り合いなのは間違いない。彼らと行動を共にするのはここまでだ。嫌われちゃってるのかな設定とかよくわかんないけど、この世界で異変が起きてるのは現実だろ。だったら一緒に。そうだよ、みんながいなくなったり、黒いモヤモヤが現れたり、ソラたちは俺たちを助けてくれた。それは事実だ。それに同じおもちゃ同士じゃないか、仲良くしよう。あいつだって同じおもちゃだうん、報告します。レックスが何者かに連れ去られました。なんだって。隊員が上のフロアに連れて行かれるのを目撃しました。ハムとエイリアンの行方も分かりません。大変だ、みんなを探さないと。俺たちも手伝うよ、うん、ほらバズ、アンディの部屋で何もできずにいた俺たちだけでみんなを助けられるのか。今は一人でも助けが必要だろ。確かに、ソラは無茶するし、ドナルドは口が悪いけど、そうそう、信用できるよ。ルーフィーも無茶から出せるんだよ。そうそう。そうなの楽しい奴らじゃないか。な、バズ。そうだな、人手は多い方がいい。しかし、さっき言った通り、まだ疑いが晴れたわけじゃない。まずは仲間を見つけるまでだ。ああ。悪いな、ソラ、ドナルド、グーフィー。我々も捜索を開始します。私の翼でも届きそうにないな。またロケットでもつけて飛べればな。あれでいけないかな。よし、行ってみよう。失敗だよ、急がないと。すごいね、また広そうなマップだ。すごい、探索したい欲求に駆られている。こんだけ広いと、まず地図から探したいとこだよね。地図がないとね、何もできないんですよ。ライムは赤ん坊のようだよ。
あ、隠れミッキー。これ隠れミッキーでしょ、どう見ても。よし。え、これ違うの？これそうでしょ。よし。だよね。よし。ただちょっと向こうからか、向こうから取ればいいんだ。ちょっと近すぎたね。ここからか。よし。はい。これか。なんだこんなとこにチーズあんのか謎だけど。宝箱の位置も教えてくれるといいんだけどな。隠れミッキー発見。よし。あれ、もうちょっと距離離さないとダメかな。上から取らないとダメ。よし。ここじゃ離れすぎてるしな。よし。ちょっと微妙な距離感が必要だね。こっから見た景色にも入ってるかもしれないからな。怖いよね。まあ大体一周したところで、次はこの続きからやっていこうかなと思います。今回動画はここまで。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。